ハレド、フランシスコ・ボルヘッティエ・チェベリアは、メキシコ出身のサッカー選手。ポジションは、センター・フォワード。1997年のエクアドル戦で、代表デビューを果たし、この試合で、初ゴールも記録する。しかし、当時の豪華な攻撃陣に割って入ることはできず2000年まで、代表から遠ざかる。復帰後すぐさま訪れた2002年日韓、W ハイ北中米。 カリブ海予選トリニダードトバゴ戦で、ハットトリックを記録し代表定着の足がかりとした。その後の予選試合で3得点を追加し、本大会出場に貢献、本大会でもイタリア戦での引き分けに持ち込むゴールを決めるなど、大活躍を見せた。2006年、ドイツ W ハイ北中米、カリブ海予選でも14ゴールを決め、本大会出場メンバーに選出。本戦では、 グループリーグ初戦で負傷退場する不運もあったが、決勝トーナメント1回戦、対アルゼンチン戦で戦列に戻り、激しい当たりをものともしないフィジカルと強烈なシュートで再三アルゼンチンゴールを脅かすなど存在感を見せつけた。なお、身長に関しては2000年頃は 185cm と表記されていたが、クルスアスル所属時代には、 オフィシャルサイトでは 180cm と表記されており、他にも 182cm、183cm といった様々な表記が見られる。ありがとうございます。